皆さんこんにちは、噺家の柳家三之助でございます。私今日はこの目黒川に架かる珍珠橋に来ておりまして、この橋から望むこの荏原神社の風景、これ、区民の皆さんが選んだ品川百景にも選ばれているんだそうでございます。今日はこの風景を描かれました日本画家の鳥山玲さんをご紹介いたします。この番組で画家の方をご紹介するの初めてでございますし、日本画の枠を超えて活躍されている方だそうでございますので、お目にかかるのが楽しみでございます。早速ご案内いたしましょう。日本画家鳥山玲さん。品川生まれの鳥山さんは東京芸術大学で日本画を専攻、今は亡き平山郁夫画伯に師事し、新しい発想や試みを取り入れた作品を精力的に発表し続けています。後ろにたくさん今並べてもらってるんですが、なんていうんですか、神々しいというようなね、私たちこれ背中に背負ってていいのかしらっていうような、そういう雰囲気の絵なんですが、これはどういった絵なんですか？こちらはですね、五重の塔の中を荘厳する天井画ですね。よくねこう上見るとこう絵が入ってますね。あ、これがそれになると。そうですね、博多の方にある東朝寺さんっていうお寺の五重の塔の荘厳で、これのお話いただいてから大体3年ぐらいで、今年の春にお納めして、はい、で5月に落慶法要がございました。実際にこれを描くまでにどういう、手順というか段取り、ご苦労あったんでしょうかね。たくさんの絵で一つのこう空間をどういう印象とか、どういう見え方でどういうふうに収まるのかなっていう、そういったところがもう大変苦労しました。ですので無限寸大と同じもので模型を作りまして、ご本尊の空間から四天柱、それからこう周りっていうのは全部同じ寸法でやったものを作った中で、いろいろ様子見たりということができましたんでね、それは思い切って模型を作ってよかったなと思ってますけど。こういう位置を決めるのも、だいたいこう一つ一つこう黄色い紙をですね貼ってきて、こういうところにちょっと置いてみようとか、ここかなここかなっていうのをたくさんこれを切っときまして、位置を決めるとか、やっぱりこう周到にそこまでやっていかないとダメでしたですね。日本画の材料は鉱物を砕いて作る岩絵の具。粉末状のこの岩絵の具に接着の役割を果たすニカワを湯煎して混ぜて使うのが日本画の特徴です。こうなんていうか、そば粉を練ってるようなね。そうですね。私もっと足らないんですね。そうですね、もう少しこのぐらい、このぐらいこうとろみがつくぐらいまでだから、あともう一息、練りがらしみたいな感じになる。そうですね、よく粒子にここの段階でニカワを絡めるっていうことが必要なんですね。このまずね、ちょっとお花の縁絵の具ができただけで安心してはいけません。もちろん日本画に挑戦していただきます。あ、いいですね。どうですかこんな感じ、はい、なんかちょっとムラになっちゃってる。いいです、ムラがまたこうその時の気持ち の入り方で、あんまり綺麗にこうべったり塗れればいいってもんでもないんですね、うん、だけどどうで、これあれですか、この作品自体はこれどっかなんか他へ行くんじゃないんですか、これ私今手をつけちゃいます。はいはい、これはですね、11月の12日から、はい、能美術館の方で実践展をいたしますので、その時に、はい、お寺の仕事の参考資料として、はい、この下図を展示いたします。じゃあそれ今日私がちょっとこう手をつけちゃいます。先生とも共同制作ということになります。はい、これ実際展示されちゃうんですか、これ。はい、こちらの展示いたします予定で。あ、そういうこと先に言ってもらいたかったですね、本当にね。
品川区民芸術祭2011で開催される鳥山礼自選展。その開催を記念して鳥山さんの作品が品川区に寄贈されました。鳥山さんは節電啓発うちわや一筆箋、共通商品券などのデザインにご自分の作品を提供されてきました。品川百景も描かれた鳥山さんに品川の街への思いを伺いました。この辺の景色もだいぶ変わってきたりするんですか？そうですね、もう本当に高い建物が多くなりましたし、海岸の方とかも様変わりしてる風景が、新しい風景がたくさん生まれてますですね。その先生は前にこう品川百景を何枚もお書きになってるわけですけど、もしかすると新しいこう品川百景が先生の手からまた世に出てくるかもしれませんね。そうですね、新しい風景もなかなか魅力のある、様相ですので、うん、これからやってみたいかなっていうふうに、考えてます。突然ですがお料理の時間でございます。先生なんですってね、お料理がとても得意だそうで。得意っていうよりも、食べるのが好きだったり作るのが好きっていう、そういう感じですね、はい、で今日は何作るんですか？今日はですね、秋ですので、はい、柿ですね、形をそのままの器にして、はいはい、季節感のある柿の白和えを作っていきたい、はい、銀行の広報誌に料理コーナーを連載していたこともある鳥山さん。季節の素材を用い器にもこだわる日本食は日本画の創作と共通する部分があるそうです。確かに出来上がったお料理はまさに芸術作品でございました。これやっぱりいい香りがしますね。柿釜に入ってることで開けた途端にこの柿の香りがふわっとして、それに白和えがこうなんかこう混ざり合ってくるっていうような印象 で、ね、はい、とても美味しくいただけますね、はい、すところで先生は立体物もおやりになってるってことなんですけれども。そうですね、ガラスの作品も作っておりますし、金属ですとかその工芸的な手法を取り入れたコラージュ的な要素のオブジェを作ったりとか、そのためにちょっともう一度芸大の方に復学して、はい、2年間研究生としてその工芸の勉強も本格的にマスターするためにっていうことで学生になったこともあったんです。でそういったことが今度また何ですか、平面の絵にこう戻ってきたりとか、はい、そういうことはありますかね？ありますね。そういうこうフィードバックっていうか行ったり来たりっていうことが割合に大事だとも思ってますし、そういうことが割と好きなたちなのかもしれないですね。日本画から立体造形オブジェまで60余りの作品が揃った鳥山礼自選展は大崎の大美術館で開催されます。自選展の開催に合わせて鳥山作品が使われた記念切手も発売されます。日本の伝統的なたくさん素晴らしい絵画とか美術ございますので、それを踏まえながらの制作と、それからまた今の時代に生きてるっていうことを大切にして、今の時代を反映した新しい表現、日本画での新しい表現っていうものにも力を注いで作品作りしていきたいなと思っております。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。さて今日は美術の世界をご案内いたしましたけれども、品川区民芸術祭ではその他にも、ね、音楽、ね、演奏であるとか歌であるとかたくさんあります、こういったものぜひ楽しみにしていただいて、なんとなく私は今年はいい秋になるんじゃないかなと、そんな予感がしております。さて次回のとっておきの品川、どうぞお楽しみに。